小松空港連絡バスは、小松空港と石川県内各地、並びに福井県とを結ぶ空港連絡バスである。北陸鉄道の小松空港リムジンバス現在の小松空港リムジンバスは主に金沢駅西口を発着する。金沢駅東口を発着していた当時の小松空港リムジンバス。北陸鉄道による運行。以前は北鉄金沢中央バス。 北鉄バスも加わっていた。2015年10月1日より、小松空港リムジンバスの名称を使用し、市内経由便を廃止。2016年10月1日より、降林房を出発して、武蔵が辻から、金沢駅西口を経由し空港に至る便と、金沢駅西口を発着する便との2種類となる。座席料として100円が必要である。高速道路を利用し、 北陸自動車道、金沢西インターチェンジ小松インターチェンジ間を走行する。クローズドドア制で、空港行きは乗車のみ、空港発は降車のみである。運賃金一制ではないため、小払い方式を採用している。クレジットカードは利用できない。金沢駅西口及び、小松空港の自動券売機、バス停周辺の窓口でも取り扱っていない。 現金回数券特別企画乗車券、羽田京急切符以下交通系、IC カード全国総合利用サービス座席料、編集小松駅西口にある小松バスの乗り場宇宙バス小町、小松バスによる運行。一般路線バスとして運行されており、小松空港を出発する夕方以降の一部の便を除き、航空便には接続していない。 おおむね1時間に3便運行されている。1995年までは北陸鉄道が運行していた。2013年3月30日からは電気バスを使用した路線宇宙バス小町を運用している。いずれの路線も小松駅からおよそ12分となっている。一般路線宇宙バス小町前日のと、京福リムジンバスの空港連絡バス、京福リムジンバスによる運行。 2013年3月30日までは、京福リムジンバスと福井鉄道の共同運行であった、福井県福井市並びに、堺市と小松空港を結んでいる。東京便と札幌便に接続している。1日9便の運行、空港発の最終便は、羽田発の最終便に接続しており、帝国によらず航空機到着15分後に発車する。 その他の路線とは、名目上接続していないが、時間の近接する日も利用可能。高速道路を利用し、北陸自動車道福井北 IC、あたスマート IC 間を走行する。クローズドドア制で、空港行きは乗車のみ、空港発は降車のみである。かつては、京福バスターミナルや、丸岡バスターミナルへ乗り入れていた。原則として、 前払いである。クレジットカードは利用できない。小松空港の自動券売機、丸岡バスターミナルでも取り扱っていない。また、京福バスが発売する1日乗車券、休日フリーキップの利用もできない。日本海観光バスの加賀周遊バスキャンバス詳細は、キャンバスを参照。ありがとうございます。